キャンベル軍はアメリカ合衆国テネシー州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4万716人であり、2000年の3万9854人から2.2%増加した。軍庁所在地はジャックスボロ町であり、同軍で人口最大の都市はラフォレット市である。キャンベル軍はラフォレット小都市圏に属している。 さらにノックスビル・セビアビル・ラフォーレット広域都市圏に含まれている。キャンベル軍は1806年にアンダーソン軍とクレイボーン軍の一部を合わせて設立された。軍名はバージニア州議会議員であり、アメリカ独立戦争の士官だったアーサー・キャンベル大佐にちなんで名付けられた。ジェリコの西エルクバレーにあるニューマンモス警部は米英戦争中に 弾薬の主成分である小石の採掘が行われた場所である。南北戦争中にも採掘された可能性がある。1921年、この洞窟が観光用に開発され、遅くとも1928年までは公開された。現在では、アメリカ合衆国魚類野生生物局の手で閉鎖され、絶滅危惧種であるインディアンコウモリなどコウモリの生息地になっている。 南北戦争の時、軍民の大半は北部の支持だったが、テネシー州は合衆国から脱退し、アメリカ連合国に加盟した。1861年8月1日、ジャクスボロで北軍のために、テネシー州第一志願兵連隊の B 中隊を立ち上げ、北軍のために部隊を結成した、州内発の軍になった。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は498平方マイルであり、このうち陸地480平方マイル、水域は18平方マイルで、水域率は3.65%である。キャンベル軍は、中北西部のカンバーランド高原と南東部のアパラチアンリッチバレー地帯との地質的な境目に位置している。西部にあるクロス山と北部にあるカンバーランド山、ウォルナット山。 パイン山など大規模で長く伸びた尾根が特徴である。標高は大きく変化しており、クロス山の3534フィート3534フィートから、ノリス湖から数マイル離れた、位置の1000フィート足らずまで差がある。ノリス湖は1930年代に、テネシー渓谷開発公社が建設した人工湖であり、地域の主要水域になっている。この湖には、 クリンチ川とパウェル川、さらにデイビスクリーク、ビッグクリーク、コーブクリークなど大きなクリークが注いでいる。コーブクリークは小型のコーブ湖にも注いでいる。この湖はやはり1930年代にノリス計画の一部としてテネシー渓谷開発公社が建設したレクリエーション用湖であり、キャリービルから近い。軍住人の大半は軍南部に住んでおり、 ラフォレット、ジャックスボロ、キャリービルの町がある。ケンタッキー州都の宗教に沿ってあるジェリコは、軍内の高原地域では最も知られた町である。ウォルナット山の北にある部分は、カンバーランド川流域にある。ウォルナット山の南にある部分は、テネシー川流域である。北西部は、エルクバレーと呼ばれる渓谷であり、バイオニアからジェリコまで南西から北東に通っている。 キャンベル軍のカンバーランド高原に入る部分はアパラチア山脈中央部の大半を占めるアパラチア丹田の一部になっている。ジェリコがある部分は経済的にケンタッキー州南東部やウェストバージニア州との結びつきが強く、軍の南部は東テネシーと結びついている。ジェリコ近くの炭僧は燃焼の遅い歴世炭を産出し、20世紀初期はキャンベル群が州内でも 最大の石炭産出群となっていた。キャンベル群は、ノリスコーチの一部にある。ノリスコの大半が、領域に含まれ、他にもノースカンバーランド野生生物管理地域など、いくつかの管理地域がある。キャリービル近くのコブコ州立公園とジェリコ近くのインディアン山ン州立公園が群内にあり、マラノリスダム州立公園の一部も入っている。カンバーランドトレールにつながる2本の歩道もある。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。